パオロとフランチェスカ、パオロとフランチェスカ・アンゼルム・ホイエル・バッハが、1864年、パオロ・マラテスタは、リミニの領主マラテスタ・ダ・ベルッチョの三男。ダンテ・アリニエリの、新曲地獄編に登場する、フランチェスカ・ダ・ポレンタとの比例で広く知られている。兄に、ジョバンニ・マラテスタとマラテスティのマラテスタがいる。パオロは1269年に、 ギア長炉の相続人オラビレ・ベアトリーチェと結婚し、爵位は二人のコーベルトが継承した。常に女性の注目を集める美男だったと描かれるが、パオロはギーベリンとの戦いにおいて長く父のそばにいた。1265年、彼はウルビーの領主グイドダ・モンテフェルトロと戦い、ラベルナ領主グイドダ・ポレンタと共にトラベルサーリと戦った。 1282年3月、ローマ教皇マルティノス4世により、彼はフィレンツェの民衆隊長に選ばれた。この時に、おそらくダンテは彼に会ったと言われている。パウロの経歴は、兄、ジョバンニの妻フランチェスカ・ダポレンタとの恋愛が露見し、二人ともジョバンニに殺されたため、ここで終わっている。ありがとうございます。